おかえりなさい。学校どうでした？楽しかった。何が？え？何が楽しかった？ずこえの大丈夫なの？大丈夫ないよ。今日パフェ休んだけど、ママと喧嘩して。あ、何？ママ最後までだね、パパに言うの。あ、どっちが休むかっていうね。最後まで喧嘩して結局ママが休むっていう、あ、パパが休むってことになったんだ。何見てるの？ん？これ誰を見てる？三人の中の誰を見てる？全員。ちょっと上に行ってくる。何？え、なんだ？熱出るとすんだよな。熱測った？どうだった？まだある。だいぶ下がった？薬飲んでだいぶ下がったんだよね。えな、大丈夫。レミ、ほんと風邪ひかないね。えな、ん？いつだっけ？ひだの、夏だか。夏？目二重になってるよ。だいぶ良くなったみたいだよ、えな。レミなんか心配して来てくれたみたいだな、うん、心配なのかレミ、優しいねお前、うん、照れてんのかお前もあれなんだよ、仲悪いと思ってたらお前エナのこと好きだろ、頼りにしてるだろ本当は。ねね、恥ずかしくて言えないんだわ。勝手に取るなっていう感じですよ、レミさん。風邪ひいて具合悪いからあんま刺激しない方がいいよ。いや、なんで今 DS、しかもエナの DS をやらなきゃいけないんだよ。自分の DS どこ行ったんだよ。あ、これレミのか。じゃあ、エノ取ればダメやん。あ、レミのピンクだったか。エノのは白か。まだ携帯取ってるよ。大事なメールが入ってる可能性あるからね。看病してやればいいんじゃない？レミ。ん？看病。なんか食べたいものある、飲みたいものあるみたいな感じで。ん？なんか食べたいものあるの？飲みたいものとか、水分補給大事だから、ほら。風邪ひいてれば。飲みたいものは、なんかないのないな。レミ多分、答えてくれるから。ないってレミにしてもらいたいことはない。何もないの？なんかこうやって見てればレミがエナに甘えたいようにしかなんか見えないんだけど、甘えたいのか、お前心配っていうより。ん？相手にしてもらいたいってそういう感じ？ん？ちょっかい出してそうやって。わざと携帯そうやってやって。なんだ？レミ、エナと仲いいね。ねえ。エナと仲いいね。レミ。ねえ。仲いいね。
リボンも嫉妬するぐらい仲いいね。レミ仲いいね。仲いいね。エナ仲いいね。もう大の仲良しだね。自分嫉妬してるんだよ。これ何やってんだよ。テンションがやばいよ。ねえ。レミ。レミに質問します。エナと仲いいですか？仲悪いですか？仲悪い。なんで？じゃあエナになんで近づいてるの？だって兄弟の風じゃん。で？だからかわいそうだから。もう風邪うつったらどうする？うん。楽しい。よっしゃお前ただが病人に何すんだバーモンは。ほらエナ迷惑になってる。レミあんまりエナなんかレミにやっぱ頼みなさい。なん遠慮しねえでほらなんかほら食べたいもの飲みたいもの。うわ何をやってんだ。ほらこのエナも攻撃に入ったぞついに。リーおいで、リーリーほら、ダメだバウンドがおいで。ほら、長い仲良し姉妹のとこに行くんじゃない、今は。何でしょ、あれやってるの。うん、リボン、わかるんだよ。いや、やっぱレミなんか、なんかほら食べたいもの飲みたいもの遠慮なく頼めばいい、うん、心配してきたって言ってるから、うん、いたずらしに来たわけでないんであればあなたの言うこと何でも聞きますよ、お茶持ってきた。はいはいお盆に入れますか、それともお盆に入れませんか。どちらもいいです。はい、シャツで出るぞお前。シャツで出るってお前。後ろのシャツ締めなさい。あ、締めるじゃねえ。なんだっけ。シャツしまいなさい。どうですか。心配してきたって言ってますけど。そう思われる。何しに来たと思うじゃ。ただ邪魔しに来たみたいな。でもお茶は持ってくるらしいよ。言うことは何でも聞くって、そういう感じらしいよ。食欲は？夜食べれそうだわ。夜食べるとしたら何食べたいの？まだわかんないの？来た。サービスでぐで玉のコップにしました。いや、好きなぐで玉のコップ。病院混んでたね、意外と。平日だけど。なんか。病院混んでたんですよ、レミ。今日。は？結構待たされてさ。どこが？ん？そこの病院。その近くの。あ、でもさっぱりした顔してるよ。レミお茶のお感じ。夜寒い中歩いてきたなお前ね。寒かったでしょ。今日気温低いんだよ、だかなり今までで一番だよ。おなあと注文あります。お菓子ですか。お菓子だ。あ、もうちょっと待って。
レミアで何を、何頼んだ？頼んでないんだ。何かも作るのかな。リボンはずっと選んどがいいもんね。わしんとこに来なくなったもんね。どういうことですか？ママがえなやしてたね。お前すごいな、リボンにも気づかれないっていうのはなか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 だぞお前。え、何も気づかれてる。まあしょうがないだろ。ねえ、ねえ、うん、いらないって。そうだろ。やっそー。バーン。もうやめろお前。そういうのは。お前冷蔵庫に入れていらないって言ってるから冷蔵庫に入れてきなさい。ね、おい、あのパパをじゃあ入れてくるから。ね、はい、お願いします。なカレーライスやろ。うん、ああ懐かしい。つうかパパはねけど、カレーライス、カレーライス、腸から腸から食うから水、ああ、パーからパーから食うから、食うから食うから腸から、食うから食うからパーから水、ああ。お前怖いな。次グリーンピースやろ。グリーンピース、グリーンピース、腸からなんだっけ、わかんないんだろ、パパ。チョキチョキ。レミ、わかったから。あの、ねえ、もう、わかったから。ねえ、ちょっと超や。ほら、ママ帰ってくる前に宿題終わらしなさい。ねえ、うん。あの、心配する気持ちはわかるけど。かじらせんな、レミ。え、なお休まして。ねえ、ほら、お茶も飲んだし。ぐんぐんぐるとは飲まなかったけど。ほら、もう行けって言ってる。最後に恋ダンスを踊りました。意味わかんねえんだ。ねえ、も来て。えな、具合悪いって。お前心配して寝た方が。自分の思い通りにしたいだけだろ。さあ、宿題やりなさい。それ終わってから DS やってください。さあ、これ持ってほら。はい。さあ。ん？あ、エナになんか一言。ありがとうございました。いや、なんでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もういいって言っちゃうからな。お邪魔いたしました。お邪魔いたしました。あっち、しょうがねえよ。この鍵を持っていきましょう。あの鍵。さあ、レミ。宿題いっぱいあるだろう。本当に心配して行ったの？え、何度後に。うん、え？偉いね。うん、お姉ちゃん、お前ちゃん。この鍵を持っていきましょう。うん、さあ、宿題やってください。えな、早く元気になんないかな。優しいんだな。Oh!